プロサーファーで、2002年には、サーフィンの世界選手権のフランスにも出ていた、プロサーファーの田中圭選手がこれからはということで、はい、ボートサーフィンに入っております。さあ近いところ来ています。今度は上流側で波乗りをしているところが見れるといいんですけどもね。これでタイミングを見て波を捉えて立ち上がるんで、立ち上がるんですね。さあ立ち上がりました。さあここからうまく波を捉えていただければいいですか。さあこのロープを離すことができるのか、うまくサーファーとしてこの隅田川を渡ることができるのか。さあさあ離してる、離している、離しているもう捉えた、田中くんまたしくプロサーファー乗っている。手を離してまさにボートのあれは波だけですよね。すごいこれ、すごい、うわこれは意地と根性を感じる。さあこれはすごいです。いやこれはあのボートの速さもいいってことですよね。ボートの操縦が相当難しいですね。さあまだ乗っていたここまで、うわこれは素晴らしい、大きな拍手。いやすごく長かったですね。いや田中健選手、このプロサーファーやはり波と体は一体化してましたね。いや